はい、おはようございます。うちの芸人近所外周数、おはようございます。はい、ということで、ベースターさんの2戦目、はい、昨日はね、取りまして、はい、初戦をね幸先よく勝って今日なんですけども、はい、結果がですね16-4、大勝利ですいやー、もう止まんなかったっすね。僕ちょっと後半からね、ネタ書きつつちょっと流し目で見てたんですけど、またホームランっていう、もうなんかずっとリプレイ見てんのかってぐらいね、もうヤクルト打線が止まんなかったっすね。冷えじゃない、今日ホームランが7本っすよね。こんな入るんすかっていうね、ビビりました。本当にヤクルト打線非常にいい感じで来てます。はい、もう素晴らしい打線。はい、ということで早速、ヤクルトいただきまーす。はい、いやー、もう試合もね、まあ、10時ちょい前かな、に終わって、本当長丁場でしたけども、まあ、ヤクルトファンからしたらすごい楽しかったですね。はい、じゃあいただきまーす。あー、うまい、うまいよヤクルト。はい、ということで振り返り、はい、先発がライアン、6回を3失点ですね。はい、ナイスピッチングですね。はい、はい、まあ、まずきっちりね、先発投手らしく、試合は作れてるっていうのと、まあ、初回がねちょっとバタバタしてて、まあ、早速ね佐野選手にタイムリー浴びて、でその後フォアボールも2個出したりして、ちょっと今日ライアン雲行き怪しいねこれと、まあ、思ってたんですけどもね、はい、この2回3回がねすごいサクサク終わって、で1回の時点で球数がね確か30球近く投げてたんですけど、2回3回終わってみたらね45球ぐらいで終わってて、なんか本当にこうリズムをね掴み出したかなと、いい感じでしたね。はい、でその後5回までねしっかり抑えて、はい、ただ6回ね、はい、ホームランをね牧選手と宮崎選手入れられると、まあその前ねもうヤクルトがねこうホームランというかもう打線がね大爆発してたわけで、なんかこう試合自体がねちょっとこう荒れる試合というか、荒れる流れになってましたよねこのなんか2発は。でもまあその後はねしっかり抑え、まあ、この6回で降りるということで、はい、まあ大量リードにも恵まれ、ライアンねちょっと無援護気質が若干あったので、本当ね良かったですね。なんか今までの無援護分を、しっかりヤクルトが、援護してくれたっていう感じでしょうか。はい、ライアンが6勝目か。はい、6勝目。はい、もう次も勝って、もう、勝利とね、負けをしっかり並べてください。期待してますよライアンも。はい、で次投げたの木澤くん。はい、木澤くんが、1回を、1失点ですね。はい、でもナイスピッチングです。はい、はい、もう今日みたいなちょっとね展開はね、まあ、どんだけねもうピッチャーが打たれてもねっていうね、あんまりこう、まあ大事ですけどね、反省するのは大事なんですけど、もう全然ダメージではなかったかなっていうね。まあ、先頭の関根選手かな、にツーベース打たれ、はい、でその後まあ桑原選手にも、タイムリーのツーベース打たれという、いう感じでしたけども、まあ球自体はねなんか良かったですよね非常にね。相変わらず木澤君もね、力になってますので、しっかり、はい、イニングを食ってくれて、で勝ちパもね今日はやっぱ休ませれたので、はい、素晴らしい結果だったのかなと思います。はい、で最後大西君。はい、大西君が、2回を無失点ですね。 OK、 よし。はい、やっぱねこういう時はもうできるだけね中継ぎ使いたくないですから、これやっぱ買いまたぎ、買いまたぎしてくるっていうのはすごいありがたい。はい、大西ライオンもね、大西くんもそうですね、石川さん抹消食らって今日で2試合目かな、3試合目ぐらい投げたの。まあ今のところね、まあきっちりね、結果残してんのかなと。はい、ただフォアボール2個出してるので、まあこの相変わらずちょっとこのね、フォアボール癖というか制球はもうちょいねしっかりサクサク終わらせてくれたらね良かったんですけどっていう感じですかね。はい、ということでピッチャー陣がみんなで4失点。はい、もう、そうっすね、ようやってますね。はい、今日もう打線がもうね援護しすぎたんで、4失点だったらもうね最高だなってちょっと思っちゃうというか、ただ接戦の時4失点はねどうしようね、もしかしたら負ける試合もねちょこちょこ出てくるのかなと。はい、まあでもなんか、ちゃんと、まあ、試合はみんな作ってね、で中、勝ちパも使わなかった、まあ使わないでしょうけどね、こんな大量リード場面では。はい、っていうのがまあプラスですね。はい、でライアンも勝利おめでとう。はい、で、はい、お待ちかねの打線でございますけども、23安打16得点、聞いたことない、
23安打やばいっすね。2桁でももう十分だなって思ってたのに23安打もう止まんなかったっすね。はあ、ビビりますわ。はい、じゃあまあ1人ずつ、はい、塩見選手、はい、塩見選手が今日は5の1ですね。もう全然物足りないですね。ヒット1本打ってますけども、ん、今日のなんかね、やっぱ全員の内容を見ちゃうとね、もうなんか全然物足りなく見えちゃうのがちょっと不思議ですね。はい、しかしヒットは1本出たということなので、はい、もうなんか明日はなんか塩見選手がこうキーマンになりそうというか、相手も本当にね、こんな大型、こんな大負けしてね、黙ってられないと思うので、その中塩見選手がね、突破口を開いてまたね、ヤクルト有利に持っていくっていうのが大事なので、はい、塩見選手も明日ね、頑張ってください。はい、でキブレハン選手、はい、今日のヒドでございましたね。キブレハン選手が、なんとまず4安打そしてホームラン3本。誰が予想しましたねえ。まあ、サンタナ選手がね、怪我して、まあ、シーズン途中でね、加入して、で、まあ、よく出てたのが、あの、コロナでね、主力が離脱した時によく出てましたけども、まあ、なんか微妙だな、まだ当たり判定というか、どうなんでしょうっていうね、なんかこう、微妙なね、立ち位置にいたところを、で、まあ、なんか最近ね、またちょっとスタメンで使われ始めて、まあ、猛打賞とかする試合もあってね、っていう感じで、まあ、今日相手がね、左の石田投手だったということで起用して、まさか誰が3本ホームラン打つと思いました。いや、誰も思わなかったと思います。本当にもうビビりました。はい、まず1本目のね、ホームラン、あれ結構僕先っぽに見えたんですけどね、入りましたね。だからハマスタ怖いっすよ、やっぱりめちゃくちゃホームラン出る、なんか、で、その後レフト前も打ち、デッドボールもらいで、7回8回に連続ホームランということで、いやー、バケモン。やっぱキブレハン選手、そのなんだろう、いいとこっていうのは選球眼割と良くないですか。なんかボール球なんか追っかけも別にしないし、割とこうスッと見逃してるんで、まあそこが素晴らしいなと思ってたんですけど、まあ本当は今日はね、もう大当たり日でしたね、キブレハン選手。はい、まあここに来てね、本当にね、お当たり外国人がね、ハマってくれたとしたら、もうヤクルト優勝間違いなしなので、キブレハン選手もこの調子で打ってください。はい、本当期待してますよ。はい、で山田選手、はい、山田選手が今日猛打賞 OK、 こんな嬉しいことはない。昨日はマルチ安打 で山田選手ってね、結構波があって、で、まあ、マルチとか猛打賞やった次の日ね、グンって沈む4打高とか全然ね、してたんですけども、まあ2日連続というか続けてね、こうやってしっかり結果残してきた、これは嬉しい。山田選手、いやー、もう山田哲人とやっぱ村上選手がね、ヤクルトの顔なんで、この2人が打つと本当にチームが乗ってくんで、いや、この調子でお願いします。山田選手もね、はい、で、あれですね、ゲッツークゼでね、1点入れましたね。はい、もうこれもね、良かったと思います。はい、もうなんか今すべていい感じにね、循環、いいリズムができてるというか、で、盗塁も決めたんで、はい、もう山田選手が今絶好調に入ったんじゃないですか。スカ、はい、お願いします、山田選手も。はい、で、村上くん、鼻水出ちゃった。まず村上くんが、まあね、今、村上選手の三冠王争いっていうのの、まあ、一番の壁というか、まあ、それはね、やっぱりこう打率なんですよね。はい、まあライバルが今大島選手とあと佐野選手か。はい、で、まあ、佐野選手は割と長打あるんですけどね、まあ、大島選手みたいなアベレージヒッタータイプってね、まあ、そのホームラン長打とかはまあそういうほどないけども、やっぱこうね、確実に当ててミートしてくるんでね、こう率がね、結構伸びる特徴があるというか、なんですけどもね、村上くんは今日ね、5安打1ホームラン、バケモンすぎる。もう長打力もあって打率も伸びる、もうえぐい、もうマジで最強ですね。はい、まあもうね、そしてフォアボールも1個もらって、もうだ今日全打席出塁ですね。なんか昨日の試合から合わせて8打席かな、9打席か連続出塁みたいなことしてるんで、いや、もう打率が伸びる伸びる、もう気持ちいいっすね。もう三冠をがっちり掴んでください、村上くんもね。はい、で、タイムリー3本でね、もうこのね、4安打目でもう今日はいいわと僕は思ってました。正直もう村上くんようやった十分って思ってたね。8回に結局ホームラン打つんですね。いや、バッケーも
本当にボール球でしたよ。うん、もう波のバッターだった。まああんなもんね、内野フライとか、うん、よくて外野フライ打ち上げて当たり前なんですけどね。村上くんはあれをねスタンドに運ぶんすね。いやー恐れ入った。本当にもう止めらんないです村上選手は。うん、こんなもうねもう歴代一番すごいんじゃないかなって思っちゃいますよね。こうねリアルタイムで見てるとね。いやバケモンすぎる村上くん。はい、まあ明日もね、はい、しっかり、打率伸ばしてフォアボール選んで頑張ってください。はい、サンタナ選手ね、はい、サンタナ選手が今日は5の1ですけども、ホームランですね。オッケーえい、これツーランでしたかね、確かね、スリーランツーランか。はい、まあ、サンタナ選手その前にね4打席凡退してましたので、はい、ここでね結果出てよかったですね。はい、サンタナ選手も、はい、もうお願いします。今日ちょっとみんなホームラン出すぎてね、うん、なんか薄いっすね内容がね。ごめんなさい、僕のちょっと語彙力が。はい、でオスナ選手、はい、オスナ選手が今日猛打賞。いやオスナ神、どうしたオスナ神マジで。うん、でしかもね4回はめちゃくちゃでかかったっすね。うん、村上選手がタイムリー打った後に、あ、違う、そうですね、村上選手がタイムリー打った後に、レフトへのねホームラン入れてくれるということでもう昨日もそうですけど、この追撃のオスナよ、追撃の、うん、これダメ押しオスナ最高っすわ、もう神マジで。うん、打率が2割6分7厘もうマジで有料助っ人すぎる。うん、ほんといいとこで最近ねホームラン打つし、もうめちゃくちゃいいっすね本当に。で守備も相変わらずね、うん、動きいいですからオスナ選手は。はい、もうこのままね頑張ってください、オスナ選手も。はい、で内山くん、この内山くんも良かったね。はい、今日は猛打賞ですね。はい、オッケー。はい、もう猛打賞多すぎますけども、はい、猛打賞が多が、キブレハン選手、山田選手、村上選手、でオスナ選手、内山くん、もう猛打賞多すぎ、えぐすぎるよね。はい、でね内山くんね3回の、はい、3回のね、まあキブレハン選手がホームラン打った回ですね。まあ木村選手がホームラン打って、1対1の同点。はい、でランナー出まして、内山選手の、2点タイムリーで、これで3対1でリードね、勝ち越しを勝ち越しできるということで、はい、これが本当でかかったですね。うん、いやこの村上選手だけじゃないというかね、うん、タイムリーでもしっかり点取れるというところ、本当にいいところで打った内山くん、拍手ありがとう。打てる若手キャッチャー最高や。はい、で長岡くん、はい、長岡くんが今日は1,2,3,4,5,6 で、5の2ですね。オッケー、ナイスバッティング、マルチヒットね。うん、まあこのね、もう流れに乗ったという感じですかね。うん、もうこの大量火薬庫の流れに乗って、うん、まあ1日1伝だったんですけどね、今日はね2安打打ったということで、はい、長岡くんも、はい、しっかり頑張ってますよ。うん、1日1伝はねやるんでね、なんか毎試合僕はヒット打ってる印象なんですよね、1回はね。うん、長岡くんも、はい、守備もね今日も動き良かったし、はい、言うことなしでございます。はい、でライアンはね今日はバントをしっかり決めてましたね。うん、ライアンあんまりねバント得意じゃないんですけども、うん、しっかりこうやって最初目線の高さからこうやってやるっていう、うん、ナイスバントでした。でピッチングもお疲れさん。はい、で丸山くん途中出場ね、はい、ヒット打ちましたね。うん、丸山くんがやっぱね結構結果残しますよね、出てからね。うん、なんかもうオープン戦の時僕絶対今年2軍でつけた方がいいなんて言ってたんですけど、ちょっと恥ずかしいっすわ。もう良くないところすぐ手のひら返すんで僕は。はい、丸山くんも、ナイスバッティングと、あとねいい守備を見せてくれましたね。はい、お疲れさん。はい、ということで、ね、ちょっと駆け足になっちゃいましたけども、はい、まあ、16アンダー、あ、16アンダーじゃないね、23アンダー16点という、もうねこんな打ちまくるね最高な試合、もうとにかく止まんなかったですね。うん、もう常に打ってました。うん、もう最高。うん、もうだ今日現地行った人もこういう時ってね、なんかこう現地行くとね結構だれるんですよね逆に。うん、どうかな、ずっとうわーって喜び続けられた人いるんですかね。結構ちょっと体力ねなくなってくると思うんですけども、はい、もう現地に行った人もねもう大満足のね超気持ちいい試合でしたね。はい、でまずこのベイスターさんとのねこう大事な3連戦でした、でしたってまだ終わってないですね、の2戦目だったわけですけども、今日勝ったということでしっかり勝ち越しまず決めました。はい、もう今日はもう今日つかまあ明日ももう絶対勝ちましょう。うん、3立てしても3ゲーム差広げましょう。うん、明日負けちゃったらね1ゲーム差しか広がらないんで、うん、
明日勝って もっともっと優位に、うん、もう本当に優勝を、ね、こう決定づけるというか、しっかり固めていきたい。はい、頑張れヤクルト。ということで明日の先発ですね。明日の先発が、相手が京山投手で、うちが原樹里投手ですね。はい、まあ、樹里はね前回勝ちましたね。6回2失点だったかな、あ1失点か、はい、中日戦で、しっかりやったので、はい、ただね、まあ、相手が一応中日打線なので、まあ、ちょ中日さんのことを悪く言うつもりはマジでないですけど、まあ、打力がねやっぱこうベイスターズの方がやっぱあるので、まあその6回1失点で収めたっていうのに慢心しないようにというかね、うん、やっぱこう切り替えてベイスターズ戦はしっかりね臨む、まあ、本人はもちろんそのつもりでしょうけど、はい、で8勝目目指してください、原樹投手もね、はい、で相手が京山投手ね、はい、京山投手前回が広島戦で 6.1 回を無失点、はい、いいピッチングしてますね、はい、まあ本当にもうやること一緒、うん、もうただもう打線はね相変わらず好調なので、はい、よくねヤクルトは怒りがちなんですけど、大量得点した翌日めっちゃ冷えるみたいなのがあると思うんですけども、僕明日もね絶対ねこの流れは続くと思います。はい、なんかもう今めちゃくちゃ乗ってます。はい、もうほんと雰囲気いい時のヤクルト、まあ連勝が続いてるから、連勝つかそのねその2位のねベイスターさんにねしっかり今2勝できたっていうこの自信、うん、この空気をね明日もマジで継続してくれると思うので、打線は、はい、原樹里投手はとにかく試合を壊さないね、もう6回2失点ぐらいでしっかりまとめてよジュリー。はい、ということで、じゃあ今日の動画は以上にしたいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、いらっしゃい。